冷静に振り返ると、まあ、やっぱまだまだ自分自身、このレベルでチームを勝たせるっていうことをするためにはもっともっとやっぱ成長しなきゃいけないなっていうのも感じてますし、まあ、それと同時に大会をやりながらこう少しずつやっぱ落ち着いてできるところも出てきてるので、まあ、そういう課題感と、まあ、あと自分が成長できてるなっていうどちらも感じています。もともと僕ら日本代表はチームとして戦うことがすごく得意なチームというか、そこはストロングでやってるチームで、今回26人ということで、まあ国によってはやっぱりねまとまるのが難しいところもあるかもしれないですけど、やっぱ僕らは、ね、本当試合中にベンチの様子を見てもらっても分かる通り、本当に全員が試合出てる出てない関係なく戦ってるっていうところは、よりやっぱ一体感というのは増してると思いますし、まあ、これがあと4試合ここから本当ノックアウトステージになった時に、よりそういうチームの強さっていうのを発揮されるかなと思ってます。まとまりというか、まあ、やっぱりまずは全員がライバル関係であるっていうことが前提としてあって、やっぱりゴールキーパーっていうのは2人出ることは絶対ないので、所属クラブだったらまあ3人4人、まあ、5人いるチームもありますけど、で代表だったら今回3人で、予選の時は谷選手が4人だった時もありましたけど、やっぱその中で1人しか出れない、ただ、その人はこう、まあ、常に争ってるライバルですし、まあ、とはいえやっぱ仲間でもありますし、そこの部分っていうのは、ね、川島選手とフィット選手3人でやっていて、本当に心地いいっていう言い方がいいか分かんないですけど、本当に僕がプレーしやすい状況に試合の日は本当持ってってくれますし、やっぱそれまでは逆にいや少しでもなんだお前が力手抜いたら俺らが試合出るよっていうパフォーマンスを普段から2人は見せ続けてるので、そういう意味で本当に刺激ももらえますし、自分の中ではもう最高の3人だなっていうふうに思ってます。まあやっぱりどっちもありますね。当然この予選リーグは天国と地獄をどっちも見た予選リーグだったので、これはもう僕サッカーやっててずっとそうですけど、まあ、今年1年エスパルスでシーズン過ごして、まあ、いい時よりも悪い時の方が多かったので、ね、直接なんでお前が代表なんだとか、もう辞退してくれとか、そういうメッセージもたくさん来ますし、まあ、ただ、まあ、プレーするのは僕自身で、まあ、当然いい時の、ね、皆さんからありがとうとか、まあそのまあ、防衛大臣はちょっと多分できないですけどそういういろんなね、僕を称賛してくれる声っていうのも当然まあ届いてはいますけど、いい時はいい、悪い時はダメっていうのは、まあ、サッカーチームもそうですし、本当人と人との関係としても、まあ、それはどうなのかなっていうことを思うこともたくさんあって、やっぱ僕らはこの予選本当になんかいろんな人間の本質を見たなっていうか、本当にいい時は持ち上げるだけ持ち上げて、逆にダメになったら落とすところまで落としてっていうのは、まあ、これがやっぱ人間なんだなっていうのを本当になんかこの大会通して感じたので、なんかそういうところはまあいいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、これからノックアウトステージ始まりますけど、優勝以外はあと3位決定戦で勝つ以外はもう負けて終わることになるので、そうなった時っていうのはやっぱこれだけ今日本サッカー盛り上がってるのが一気に冷めてしまう可能性があるので、そこは本当に盛り上げて終わりたいなっていうふうにも思っています。いやこれは特に日本代表チームとしてはやっぱ今ヨーロッパでプレーしている選手が多くて、この前ドイツ代表の監督の会見の記事をちょっと読んだんですけど、とんでもない質問されてるじゃないですか。で逆に日本の記者の方っていうのは直接は聞いてこないで、コスタリカ戦の失点のことについても川島選手にミスはどうなんですかって聞いたりとか、やっぱ直接的に聞いてこない方がやっぱ多いんです。やっぱり今日本代表は海外でプレーしている選手が多くて、やっぱそういう直接的な批判をやっぱ普段から浴びている選手がやっぱ多いので、やっぱそういう意味では本当に強くなってるなっていうのを感じますし、だからまあ、ね、まあ、日本人の、まあ、特にメディアの方っていうのは直接悪いところを指摘するのが苦手な方がやっぱ多いので、そこは今後日本サッカーが成長していく、やっぱ一人一人こう選手も人間なので、やっぱこういううまくいかないときにやっぱリバウンドメンタリティだったりとか気持ちを強くさせるっていう意味でも、やっぱそういうところももしかしたら陰、ね、で言うんじゃなくて直接言うとかっていうのは、まあ、今後日本サッカーが本当成長していくためには若い年代から少しそういう国の代表として戦うので批判を浴びるのは仕方ないことなので、やっぱそこも必要になってくるのかなっていうのは今回すごく感じます。だからみんな本当強いなと思います。はい、まあ、今負けたら終わりっていうふうにおっしゃられましたけど、逆に勝ったら今まで日本の歴史上でね、この長い日本の歴史、まあ、サッカーの歴史も相当長いですけど、その中で成し遂げられなかったことが成し遂げられるチャンスがあるっていうのは、その場に立てるっていうのは本当に
素晴らしいことですし、そこを僕らはやっぱ負けたら終わりっていうメンタリティじゃなくて、この前のスペイン戦もそうですけど、これを勝って絶対次のステージに行くんだ、やっぱ新しい景色を見るんだっていうのは本当このチームの強さですし、やっぱ今これ負けたら終わりだよねって思ってる選手は誰もいなくて、もう日本の歴史を変えるぞって本当ポジティブな気持ちを全員が持ってやっぱ今やってると思うので、まずは見たいですし、そこからはね一個一個、その次は韓国かブラジルが相手、その後は昨日の試合だったオランダとかアルゼンチンっていうふうに、一個一個また登っていかなきゃいけないですけど、まずは歴史上成し得なかった過去の、ね、偉大な先輩たちが成し得なかったことが成し遂げられる可能性があるっていうのを本当に楽しんで戦いたいなと思います。もうここまで来たらやっぱりチームとして目指してるところやっぱり行きたいと思っているので、ここまで素晴らしい戦いできているからこそやっぱり次の試合しっかり勝ちたいなと思います。そうですね、恐れは全くなかったですし、できるっていうのはチームとしてあったので、それがうまく入ってきてよかったなと思います。ワールドカップの前にチャンピオンズリーグがあって、そこでも、できるっていう部分は証明できたので、それもこの大舞台でできるっていうのは分かっていたので、でもあとまだ試合があるので、そこでもっと持ち味を発揮できればいいかなと思います。もちろんフォワードなので、やっぱゴールは取りたいですし、アシストもしたいですけど、本当にワールドカップっていうのは本当にみんなで戦ってみんなで勝つ大会だと思うので、ゴールが取れなくてもやっぱりチームのために何かできることがやっぱあると思うので、取れればベストですけど、それ以外のところでもやっぱりしっかり貢献したいなっていうふうに思ってます。雰囲気はやっぱりやる前からいいですし、コスタリカ戦で負けてからやっぱりチームを切り替えて雰囲気よくやっていたので、すごいいい状態なのかなっていうふうに思います。いや、僕はもう外から見て、それを従うじゃないですけど、チームとして決まったことはやっぱりしっかりやれるっていうのは、そこは自分の持ち味だと思うので、そうですね、周りからやっぱり突破できるなんて思ってなかったっていうやっぱり反応はやっぱり多かったですけど、僕たちはやっぱり突破できるっていうのを信じてやっていたので、自分たちがしっかりやれればやっぱこういう結果が出るんだっていうのは証明できたかなと思います。もうちょっとなんか日本人と似た感じで、やっぱ集団としてやっぱり戦ってくるイメージなので、それをやっぱり上回らないとやっぱり自分たちは勝てないと思うので、しっかり日本らしく組織でしっかり戦えればいいかなと思ってます。そうですね、ジュラとはセルティックに入ってくからすごい、あの選手がいたから馴染めたっていうのもあるぐらいすごいいい選手なので、対戦がやっぱり楽しみです。そうですね、マッチアップできたらバチバチ行きたいなって思います。いや、まだ掴み取ってもないので、掴み取るまでやっぱり意味がないと思うので、掴み取ってからまた次のことは考えたいなと思います。そうですね、やっぱりスタジアムはやっぱり先にやっぱり先制点取れましたけど、僕たちがやっぱり点取るとスタジアム全体がなんか日本の応援する空気になっているので、それはすごい心強いことなので、しっかり次勝って、日本人が見たことのない景色を日本人全員で見れればいいかなと思っています。全員が全員この場に立てるわけではないので、しっかり立てたからこそやっぱり感謝の気持ちを持ってやっぱり戦いたいなというふうに思います。そう、SNS とかでもやっぱりサッカー見てない子どもたちとかからやっぱり結構メッセージとか来て、応援したくなりましたとか、本当にサッカーと関係ない人からやっぱり連絡が来るので、これはすごい効果だなっていうのを思ってますし、だからこそやっぱりもっと日本のサッカーを盛り上げるためにも僕たちが勝ち上がることがやっぱり一番だと思うので、しっかりクロアチア戦勝って、はい、頑張りたいなと思います。いや、もうアンパンマンもどうですかね。それはちょっと娘とか、はい、相談します。